はい、皆さんこんにちは、ガヒトシです。今日はですね、じゃーん、出ました、こちら、日本の思想家入門、揺れる世界を哲学するための羅針盤ということでね、私のこのまた新刊ですけれども、11月10日に出ました。でこの本ですね、実は以前に単行本として出した今こそ知りたい日本の思想家25人の、まあ、新書版なんですね。でもね、そのまま新書になったわけではなくて、これですね、ここにも書いてあるように、揺れる世界を哲学するための羅針盤として、この今揺れに揺れ動く世界ね、パンデミックもありました。そしてね、ロシアのウクライナ侵攻もありますしね、経済もね、もう大変なことになってます。まあそんな中でですね、私はもう一度、日本の思想家たちをそのテーマに合わせて、再編集しまして、この本で紹介しているということなんですね。だからね、目次でもこれ5章立てにしてるんですけど、第一章は不安と不条理を乗り越えようともがいた思想家たち。ね、その中で、例えば親鸞、パンデミック時代を生き抜くための救世主とかね、あるいは西田幾太郎も不安を可能性に変えた日本哲学の祖ということでね、そのテーマに即してね、ちょっとこれね、また、書き換えてるんですね。第2章、環境と SDGs の先駆けとなった思想家たちということで、SDGs、 そんな日本のね、昔の思想家がと思うじゃないですか。でもね、空海とかもこれ日本初 SDGs の先駆者ね。まあそもそもね、この自然とかね、地球のこと、そして、世の中のね、公益を考えるっていうのは、これはね、昔からやられたことなんですね。空海は本当に先駆者って言っていいと思いますよ。あるいはね、まあ、SDGs というと、こう自然も大事なんですけれども、厚地哲郎、自然を説いた日本倫理学の父とかね。第3章、戦争と平和の狭間で苦悩した思想家たちということで、例えばね、これ横井湘南、グローバルの平和の構想者ですよ。あの幕末の時代にね、世界を視野に入れて平和を考えてた。なんといってもね、ニトベイナゾ、国際連盟で活躍した元祖グローバル人材ですよね。そして第4章、政治と革命を語った思想家たち。ね、経済ね、どうなんでしょう。荻生徂徠、形成催眠の提唱者ですよ。学ぶところいっぱいありますよ。丸山正夫さんね、日本の市民社会の父。そして第5章はね、新しい世界を切り開いた思想家たちということで、まあ、いろんな角度からね、例えば世阿弥、文化で新しい世界を切り開いたアーティスト、三木清、日本的デザイン思考の元祖だったということでね、もう25人のその思想家たちを、必須の思想家たちをこの5章に分けてね、それぞれテーマに合わせた感じで紹介してます。あと何よりね、この新書で大事なの、私も全面的に書き直したんですけど、はじめにです、前書きね、どうすればこの日本思想をね、揺れる世界の羅針盤にできるか、そのまあ大まかなガイドラインについて、ちょっと長めのね、前書き書いてます。ここポイントですよ。まあ、特にね、日本思想をこうまず分類してますね、日本思想の型っていうことなんですけど、まあ大まかな特徴ですよね、全体の思想に通ずるね、感性、無、集団性、多元性、調和、どの思想にもね、これが通底してるんですよね。それからね、あと日本思想をどういうふうに活かせばいいかっていうことも書いてましてね、まあ、出ないとね、羅針盤になりませんよね。で、何より特徴なのは、この本には日本思想の作り方を書いているところなんですね。え、自分が思想を作る？できるんです。これが、これ3つのステップに分けてるんですけどね、ちょっとだけ紹介しましょうか。ステップ1はね、発見するっていうことなんですよね。だから日常の生活の中で、あ、これ日本っぽい、日本人っぽいっていうことをまず発見しないといけないですね。ステップ2は結びつける。その発見したことを日本のね、特徴と結びつけるわけです。さっきのね、日本の思想の型、5つの型と結びつけるんです。で、ステップ3はそれを名付ける。自分が発見した日本っぽいものをさっきの5つの型と結びつければ、自然にね、それが何とか思想と呼びたくなるようなね、感じになってきますよ。まあこれ具体例なんかも書いてますのでね、ぜひ見てください。私がね、具体例で出した、ネーミングだけちょっと言っときましょうか。主役的緑背景。何のこと？主役的緑の背景って意味ですけどね。気になります？読んでください。
まあ、やっぱりね、私思うんですけど、この世界が揺れ動く中でね、どういうふうに生きていけばいいか、どんな社会を設計していけばいいかっていうことについて、まあ、日本は日本の事情がありますしね、それに合わせたソリューションを見つけていくべきだと思うんですよ。そんな時何を手がかりにしたらいいか、もちろん西洋の哲学役に立ちますけれども、日本の思想はね、より直接的に役立つものがあると思うんですよね。ぜひその部分に目を向けていただくために、あえて今この本をね、新書版としてリニューアルして出したわけですよ。さあ、あなたはどうする？これ裏ですけどね、哲学するのかしないのか。もちろんしますよね。ということでね、今日は私のね、新刊紹介しました。ぜひ興味のある方、チェックしてみてください。それでは今日はこの辺で、あなたの人生に哲学を。